で才能に関して言えばですね、ざっくりとお話しすると才能の伸ばし方もたくさんあると思うんですけれども最近すごい面白い研究データがあってプロテニスプレーヤーの国際上位ランキングとかですね、ピアノコンクールで国際コンクールに上位入賞者とかのですね、選手たちが一番最初についた先生ってどういう先生だったかっていう調査があるんですね。でこれ一番最初についた先生たちってプロになった選手の先生たちってプロ養成所だったりとか音大の先生とかじゃないんですよ。 皆さん地元の先生から始めたっていうのが統計として出てるんですね。で地元の先生から始めればいいかっていうとそうじゃなくて地元の先生に習って大成した選手たちのその先生の共通点って何だったかっていったら4つあるんですよ。でそれは優しくて寛容で興味関心を最大限広めてくれたっていうですねそこが共通項としてあるんですね。これ面白いですよね。音楽ってこうなんだ厳しく練習に付き合ってくれたとか 才能を見抜いてビシュバシュやってくれたとか、そうじゃなくて優しくて寛容で興味関心を最大限広めてくれたっていうのが共通項なんですよ。で、この研究の一つの結論として何が言われるかって言うと。まあ、音楽ってものになるまです。ごく長い時間がかかる。 まあ、通わせるときはパッとショパンの曲弾いてほしいなとか、都圏でパッと弾いて弾けるようになってほしいなとかっていろいろあると思うんですけど、結構それって半年とかでできるとかってレベルじゃなくて、5年とか10年とかざらにかかってしまう習い事だと思うんですね。でなったときに、だいたい5年、10年、15年やってその子が自由に音楽を扱えるようになる力が手に入る習い事なので、すごく長い期間努力しないといけない。で、この調査結果の結論で何を言ってるかっていうと、 才能より興味関心にフォーカスして伸ばさないと10年以上の努力に寄与できませんよっていうことが言われてるんですね。つまり我が子がよく言いますよね同級生であの子めっちゃ野球うまかったけどやめちゃったとか頭良かったけど勉強に興味なかったとかそういった本人が要は興味関心ワクワクがないから才能あってもやめちゃうってことじゃないですか。 でこの長期間を努力を10年っていう長い期間、まあ、1万時間の法則とかあったらまあ1日3時間やれば10年とかだと思いますけど1万時間の努力を支えるのって才能じゃなくて子供のワクワクなんですよねだからここのワクワクって僕も現場で教えててただですね先生の仕事としては才能を見抜いて伸ばすことも一つ大きな大事な仕事だと思うんですよこれ僕もよくやります子供の才能がここ伸びるなとか 伸びしろが見えたときにやっぱりそこを一番の優先順位にしたくなっちゃうんですよねあ、こんなに宿題出してもできちゃうのあ、じゃあもうちょっと出そうかなとかあここまでできるんだったらこの曲チャレンジしてみようかって欲をかいちゃうんですねでそれが悪いとは言わないんですけれどもそのときに子供がちゃんと躍動してるかなってワクワクしてるかなっていうのをセットで考えられてるかどうかってことが大事なわけですね僕も年中さんでリトミックから上がってきてすっごい何でもできる子がいて もう初めから8分音符、普天のリズムを叩けちゃうみたいなで。その子があまりにもよくできるんで、どん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 宿題を増やしていったら、すっごい憧れてチェロやりたいって入ってきたのに、まあ、半年ぐらいで宿題多いから行きたくないって言わせちゃったんですね。もう膝から崩れ落ちました。やっちゃったと思って。で本当は、その子は才能があるから伸ばしてあげたいな、この子ここまでやればめちゃくちゃ伸びるなっていうのが分かったから、こちらとして与えたけど、その時に、 子どもが本当にワクワクしてこれ取り組んでくれてるかなっていうのをやっぱり優先順位2番目にしちゃったんですよね。なので一つ、まあ、これはもうエビデンスでも出てることですワクワクして、えー、興味関心を広げられるかってことが結果才能を最大化する一番の、ね、取り組みなんじゃないかなっていうふうに僕は思っています。ややっっっぱり好きだけじゃ才能伸ばせないいいですよね。そののををどううてててて積み上げていくかっていうのは実際問題、環境を整えて 毎日の練習とかするとか、まあ、勉強でもピアノでもそうなんですけど、練習をしないことにはお話にならないわけじゃないですか。いくら好きでも、最初はね、例えばどの位置を探そうとか、どの歌を歌おうとかね、なんかそんな風にやって楽しいとか、お友達だとか楽しいとかやってても、何も身についていかないと、楽しいだけでは、やっぱりね、先生がおっしゃるように、何年か経ったときに、自分が弾きたいと思った曲も弾けない、どうやって弾いたらいいかも分からないっていう状態だと、結局は、 そこで破綻が来て、あ面倒くさい、やりたくない、もういいやっていうお荷物になっちゃうんですけど、だから私はその小さいうちになるべくコンクールやることですごく意識が高まるんですよね。うんうん、例えば子どもでも綺麗と綺麗じゃないの分かりますし、うんうん、先生が引いてあげると、その違いにこう目を向けられるようになるんですね。そそうすると子供があいいなってそこで 思ってくれたら子ども自身があ先生と同じ音を出したいとかあるいはお友達と同じように弾きたいとか思ってくれるそこを私は狙っているんですけど、うん、いつもなのでその小さいうちに音色のバランスだったりそれからあの悲しいところ楽しく弾こうよとかここはうれしくなったからうれしく弾こうよとかその感情と直結した演奏っていうものをできるようにその幼稚園生ぐらいの時に中学高校生が弾くようなバラード一番とかを弾くぐらいの 曲のそののそ要求度深さをもうう子供なりの感性で教えてしまうんですねそうするともうそこで小学34年生ぐらいになるとお子さんがお母さん抜いちゃうんですお母さん一緒にやってきてもいやもう子どものこんな音出せませんとかもう私がちょっとついていけないレベルになりましたっていうふうになるでそれが理想でそうすると子どもが有能感を持てるっていうか。 <laughs> 子供の方がでできるんだからお母さんがやりなさいやりなさいっていうのがそんな下手に言えなくなってくるっていうかじゃあお母さんやってみないよって言われたらできないわけでだからそういうふうに子供自身に本当にこう理解させて本当の力をつけていくっていうのが私は小さければ小さいほどできてしまうことだと思っていてそれをなんか長年かけてやろうとか楽しくやろうとかってやってても途中でそうやって絶対に つまずく時が来るので、そのつまずかないように、うね、もう初めから全部教えちゃえみたいな感じる心を伸ばしてあげれば子供がやりたいと思うんですよね。で、それを一緒にお母さんもす、ね、なんて素敵な音楽なんだ。こんなに綺麗に引いたらこんなに違うんですね。っていうことが分かってもらえると、お母さんもあ音楽最高と思ってくれるんですよね。そうするとこれ、それは習い事の一つじゃなくて。 勉強しなきゃいけないものじゃなくてなんんかワワクワク感に変わるんですよねそれが私すごくね自自分自身で大切にしてることだったりしますねこれすごい面白いのがうちいろんなコースがあるんですね高学年だったら日曜日に集まって1日7時間座学,まで学んだりとかもちろんオーケストラあったりとかで、ね、うちの音楽教室で本当に音楽が好きで1日何も言わなくても3時間練習してますみたいな子たちってまあ一定数いるんですけどその子たちって で共通してあるのが必ず親が子供以上に音楽に対して感動してるっていうのがあるんですよ。なので例えばオーケストラだったら朝10時から5時まで練習があるんで、もう小学校1年生とかからだったらもうヘトヘトなんですよね。3年生で来てたですね男の子が子供たちにとって休みって本当に引抜きなんで、すぐ水飲んでトイレ行ったりとかお菓子食べたりとかってちょっとでも休みたい楽器をすぐしまう。 でもです、ね、その休み時間にひたすら練習している子がいてなんでその子を練習してるかっていうとお母さんがいつもオーケストラ来て帰るときに「こんなにみんなでアンサンブルできるなんて夢のような世界だよね」って語りかけてるお母さんなんですね。とか僕がですねコンサート行ったときにたまたま自分の音楽教室の子どもたちが3年生とか4年生の男の子たちでみんなでコンサートに来てたんですね。 で、おおってなって、重席だったんで、隣に一緒に生徒たちと並んでですね、バイオリンのコンサート来て1、1曲目がバッハのシャコンヌだったんですよ、バイオリンの。で、あれ20分同じようなテーマで、小学校3年生の、うわ、一発目がシャコンヌかと思って、<laughs> つまんないだろうなって思って、聞いたんです。で、みんなどうだったって言ったら、隣にいた子が、先生やっぱバッハっていいっすねって言ってきたんですよ。で、飾らないでバッハがいいって言えるんですよ。で、なんで言えんのかなって思ったら、お父さんが、 バッハってめっちゃかっこいいよねっつっていっていつも息子とバッハのチェロの曲とかを YouTube でいろんなの見比べててでその子も自分で1日2時間練習したいって言ってお母さんにタイムテーブル作ってほしいってお母さん働いていらっしゃるんで家いないんですけど習い始めてからずっと一人で,でしかもその子習い事11個ぐらいやってて朝 Z 会花丸囲碁とかめっちゃ宿題あって5時半に起きて宿題終わらせないと1日2時間確保できないよみたいなスケジュールなんですけどそれも自分でやるみたいな。 ですごい主体的にやられてる子たちってよくよく掘り下げてみると大人が同じように音楽の素晴らしさを語って感動してるんですよね。もうでも本当角野先生の本書いてあったこととか角野先生がやられてることと同じなんですけどだからそこがやっぱり分からないと「やりなさい」とか「こうしなさい」とかって、まあ、やっぱどっか命令になってしまう。